はい、どうもこみです。さて、本日はこちら、関西クラクラクラブのホームからですね、お届けしていきたいというふうに思います。で、もしかしたら、ちょっと前から気づいていた方もいるかもしれないんですけども、私のですね、この、野良村っていうの、マルチ村っていうのこの、トップに出てくる村の配置がちょっと変わりました。雪風さんっていうですね、配置のこういうね、イラスト配置を作るのがすごい上手い方がいらっしゃるんですけども、今回作ってくれまして、僕のこれ顔ですよね。すごい、この前髪のさあたり、この前髪の辺とかやばくないですか、この整え方。ちょっとね、クオリティの高さにちょっと驚いてしまったんですけども、めっちゃね、しっくりきていて、しばらく、また、ゆきかぜさんが新しいのを作ってくださるので、じっくり愛用させてもらおうかな、というふうに思ってます。とか言ってね、ゆきかぜさんにまた、プレッシャーかけて申し訳ないんですけども、ですね、今日、ね、テーマを上げていきたいのもですね、突撃艦の中身、というところですね、ちょっと見ていきたいというふうに思いますんで、まあ、なんでかっていうと、アンホール12とか13ですと、よくイエティセットっていうのが流行ってましたよね。イエティを入れて、まあ、バルキリーでレイジかけるみたいなパターンのやつなんですけども、これをね、タウンホールにぶつけるっていうケースが、まあ、結構見受けられたと思うんですよ。で、まあ、実際にそれやると、効果もそこそこ上がっていたと思うんですね。まあ、はっきり言いますけど、タウンホール14ってこれ全く通用しません。全くです。本当に通用しない。なんでそこを、ね、今日まず見ていただきながら、じゃあどんだけ通用しないのっていうところから始まり、じゃあ何したらいいのってところまで今日ね、話をしていきたいというふうに思います。これね、まあ、僕自身も最近やっとなんか腹落ちしたんですけども、まあ、しばらくイエティセットを、自分自身使っていたんですよ。で、あ、これは、ちょっとね、もったいないなっていうところを、まあ、暗面に指摘されて、理解やっとできたっていう感じですね。まあ、なんで、ちょっとね、今回、それを使ってくれている方のアタックを一本見てもらいながら、どんな風になるのかをちょっとね、ご参考に見てもらえたらと思います。こちらですね。ボキボキさん、すみません、ちょっとね、今の流れでいくと少し申し訳ない使い方になっちゃうんですけども、まずこれ、バルーンを当ててから、突撃艦当てていきますね。で、タウンホールを最短距離で狙っていくエアスイーパーキーなんで、しっかりタウンホールに押して、レイジプラスフリーズを当てるんですが、まずタウンホールは落ちましたよね。落ちた後さ、あと何が壊せるのかなっていうと、大工の小屋を壊しましたね。次は、何も壊さないんですね、これ。わかりますかね。要するに、突撃艦にイエティを2体バルキリー入れて、レイジフリーズを当てているにもかかわらず、壊った施設っていうのが、タウンホール、あと大工の小屋1個で、まあ援軍連れたっていう感じで、だけどまあ、スーパーカゴとかね、まあ最近流行りの、ラバハウンド、アイスゴーレム、この辺が入ってたら、まあ、そんなに倒すこともできやしませんから、まあ実際するだけですよね。呪文3枠突撃艦使って、もうほぼほぼタウンホールを壊す仕事しかできないんですね。今回、おそらくボキさん、この、マルチ、シングルインフェルノまで見てたと思うんですよ。なんで、ここに思いっきり、クイーンが捕まっちゃって、これでクローク吐かされたっていうところが、もうそもそも、この失敗の原因かな。まあ、前回までいかなかったんですけどね。の原因になってるのかなっていうふうに思いますね。いや、これね、あまりの仕事のしなさ具合にちょっと驚きますよね。まあ、今までやっぱり、タウンホール12から、ま、爆破ダメージっていうのがタウンホールに、付属されるようになって、まあ、それでもイエティはやられないわけですよ。だから、12におけるイエティセットっていうのは、タウンホールを壊しながらレイジをかけることによって、その周辺を、まあまあ、結構いい感じにこう、まあ、さらしにしてくれたっていうのがあったと思うんですね。で、タウンホール13においては、遅延効果ですね。遅延効果があったんで、まあ、やっぱりこれもやっぱそれなりに、まあ、イエティに対しては、ちょっとまあ、いやらしいね、ダメージにはなるものの、別にまあ、その体力を削られるわけじゃないんですよね。なんで、遅延効果で苦しみながらも、ミニイエティがね、頑張ってくれて、その先にある防衛にこう飛びかかって、多少ね、インフェルノオールとかそういうことをしてくれたわけなんですね。もう今回、タウンホール14になるとポイズンになっちゃうんですね。で、この遅延効果がなおさらすごいことに対して、もう秒間ダメージまで入っちゃうわけですよ。そうすると、イエティ自身がもう全然タウンホール壊した後、生き残れないんですよね。何もせずにイエティがやられてしまう。で、ミニイエティを放出するんだけども、ポイズン効果の中でもがいているうちに、周辺の防衛から削られて、ポイズンのダメージも入って、そのまま落ちてしまうと。
まあ、いうパターンになるわけですね。だから今回、そこにおいて、アーチャークイーンの仕事がだいぶね、制限されてしまった、まあ、クイヒーパートで、シングルのタゲをもらっちゃったってところですよね。それもあって、中心部分がこう残ってしまったっていうのが、惜しかったですね。この時点でまだ、ペッカ3体プラスキングはいるんですよ。でもやっぱり壁の中を処理してくれるユニットっていうのはやっぱアーチャークイーンに今回のこの編成頼っていたので、ここでクローグ吐かされちゃって中盤にアーチャークイーンが落ちちゃうと結構苦しくなっちゃうというところですよね。で、これをじゃあどうしたらいいのっていうところに関して見ていきたいというふうに思います。で、ですね、皆さん5月の世界、大会予選ってご覧になりましたかね。あれ見てた方は結構記憶に残っているんじゃないかなというふうにも思うんですが、世界レベルの選手たちってターンホール落とすのにマジそんなに枠割くのっていうぐらいね、皆さんね枠を割いてたんですよね。あ、違う、ごめんなさい。で、この枠の割き方が何だったのかっていう話なんですけども、それがこんな感じなんですね。これです。これですね、無双さんがやっている、まあ、このアタックなんですけど、突撃艦の中に入っているのが、スニゴブだけなんですよ。全部スニゴブですね。で、なんなら、スニゴブもう5体ぐらい減らして、スニゴブ10体に普通のゴブリンを15体とかいう形でもいいかもしれないですね。アンホールのところでこう落ちるんですけど、落ちた後にスニゴブたちが次から次に出てきてアンホール壊すんですよ、こういう風に。ほら、こんな感じ。で、これでいいわけですよ。呪文を1個も使ってないの分かりますかね、これ。ポイズンも、レイジも使ってなければフリーズも使ってないんですね。何も使わずにきっちりと、スニークゴブリンだけで、崩していっちゃうんですね。で、そうすると、さっきと同じタウンホールを壊すだけなんですよ、仕事は。なんですけども、呪文3枠分節約できているっていうのが、めちゃくちゃ大きいんですよね。で、それを主力部隊、今回ではスーパーアーチャーたちに使っていくことができると。で、じゃあ、突撃艦の仕事そんだけでいいのっていうふうに思うかもしれないですけども、そんだけでも結構いいと思うんですね。というのも、もうすでにこの世界選手権の予選で、もう本当、プロレベルの選手たちがもう、実証してくれているというか、それぐらいのコストを使ってでも、タウンホールっていうのは、確実に落とさなければいけないっていうこと。で、なんだけども、それ以上のコストを使って欲を張るなっていうところなんですね。欲を張っても、それ以上の成果って得られないんで、であれば、もうきっちりとやれる範囲で、タウンホールを壊して、で、必要以上の呪文を使わずに、別に、呪文を使っていって、ユニットたちのフォローですね。今回言えばだからスーパーアーチャーとか、そっちのフォローに呪文を使っていく、ジャンプ2枚積むとか、積みながらレイジを持っていくとか、フリーズを多めに持っていって、投石に対して、フリーズを打っていくとか、そういうですね、運用の仕方っていうのをすることによって、タウンホールっていうのを確実にケアしつつ、そこで無駄に呪文の枠数を食わされないっていう、そういうですね、バランスの取れた攻め方のプランが出来上がるということなんですね。いや、でもこれね、ちょっとやっぱり13、12、13とやってきている身からすると、でもやっぱりちょっとね、欲張っちゃいたくなるんですよ。これはね、おそらくそういうふうに思う方たくさんいると思うし、私自身そうですね、欲張りたくなっちゃいます。どうしてもね。タウンホールだけを、突撃艦1個使って落とすなんて、ちょっとなんかもったなすぎるじゃないですか、今までの感覚から言ったら。それは間違いないと思うんですよ。そうだと思うんですよ。だけど、それをやっぱりするのがむしろ、コスパがいい。だから損して得するみたいな感じ、得取るみたいな感じですね。だから、ちょっとそこら辺の、その感覚の、ズレっていうのをタウンホール14においては、特にこう直していかなきゃいけないのかなというところをですね、ちょっと感じているかなというところです。で、ですね、次見ていきたいのはこれですね。タタンさんの攻め、これは相手側ですね、地球連合艦隊さんのタタンさんのアタックなんですけども、突撃艦に入れるユニットっていうのを、タウンホールに、まあ、直に届けるっていうのが手なんですよ。まあ、エアスイもこれ効いてる、直に行きにくいよね。じゃ手前に落として、はい。何が入ってるかちょっとわかりますね。ファビズでございます。ファビズ。これはね、全然ありですね。ファビズをこう使って、タウンホールの爆破ダメージから逃げるようにスパビズをこう動かしていくような形を取ることによって、このタウンホールの
周辺をガサッとこう削るんですね。で、このガサッと削る削りをやりたいんだったら、今の環境においてはスパビズとインビジを使ってくださいっていうことだと思います。この削りすごいですね。タンホールプラス、クロスボウ等々がっつり削りましたんで、これによってしっかりこの部分の、ルートが綺麗に削りができてますね、この部分ね。アーチャークイーンのクイヒー中に入れていきながら、宝石とかロイちゃんとか、この辺を折っていって、インフェルノも折りましたね。で、最終的にはディガホグを多分こっちからかな。回していくっていう感じのプランニングになってるのが。綺麗ですね。かなり綺麗に決まっていて、まあ、逆にこちらは決められてしまったかなっていうところです。突撃艦がもう使えない、使っていて、突破兵器がないので、ババリアンキングを外周歩かせたかったと思うんですけど、ちょっとこれは壁の中にババリアンキングが向かいそうになっちゃってますね。ただまあ中心部分はアーチャークイーンがしっかりと、タゲを取ってくれながら、防衛具もこう処理をしてくれていてくれますんでね。だいぶこの効果大きかったですね。いやー、やっぱりですね、タウンホール処理っていうのはもう何にせよこのタウンホール14における肝だと思うんですけども、この処理の仕方をちょっと間違えただけで、まあ、どえらいことになってしまうというか、タウンホールが処理できてよかったなと思っていて、別のとこにこう目をやっているときに、かけたはずのレイジとフリーズが何の仕事もしてないみたいなね、ことが本当に14って往々にし起こりうるので、ぜひね、ここは気をつけていただいて、区画を壊したいんだったら、ライドラ、バルーンの、クローンレイジ、マカネ式ってやつですね、これをやるとか、あとは今のこのタータンさんみたいに、突撃艦スパビズですね。こいつをやるっていうような。まあそういう風に、していくのがタウンホール14における突撃艦にでのタウンホール処理の定石になってくるのかなという感じですね。気づいていた人はもう気づいていたかもしれないですけども、まあタウンホールだけをシンプルに壊すんであれば、呪文は一切使わずにゴブリンス2ゴブ、これのガン積みですね。もうこれをやる。区画を壊すんだったらこういう風にやっていくという感じですね。スパビズを使っていくというところですね。で、では最後、1個見ていきたいと思います。リブリブさんのアタックなんですが、ちょっとね、またこれ違う方の対戦から引っ張ってきます。なんか行ったりしたり、ほんとね、申し訳ないんですけど、ですね、リブさんのこれですね、9番攻めたこいつ。トライミートなんですね。ライドラを使っている場合。で、こういう場合には、スニゴブを使わない方がいいよっていう場合もあります。で、まあ、なんでかっていうと、タウンホールの近くにこう、クラン城があるんで、タウンホールに突撃艦が届くと、当然ながら出てきたユニットで防衛軍連れちゃうんですよね。けど、この中身っていうのが、アイスゴーレムとかラバーハウンドだったら、まあ、できるだけ釣りたくないじゃないですか。アイゴレが足止め食らっちゃったりするし。なので、中に入れる、ユニットっていうのをちょっと変えます。で、今回のケースで言うと、これ、防衛軍出てきてないですよね。だからこれ、アイゴレとか多分ね、ラバーハウンドとかそれ系が入ってると思うんですよ。で、ここでスニゴブやっちゃったら、全部それが出てきちゃうので、ここに、あっと、これはでも、なんでリブさんこれ、まさかスニゴブ入れてたか。ちょっとなんか、間の悪い動画になっちゃいましたけども、これね、バルーンとドラゴンだけでいいんですね。だから。またはもうバルーンだけ。バルーンを9体入れるっていうパターンがいいです。で、そうすることによって、配置の今で言う、アイスゴーレムなんかを引かずに、もうフリーズだけをシンプルにタウンホールにかけてあげて、で、バルーンのダメージでタウンホールをきっちり落とす。で、バルーンたちはさっきのスニョブと同じ理屈で、もうそのまんまそこでもうやられちゃっていいんですね。爆破ダメージとポイズンにやられちゃって構わない。構わないから、その代わりタウンホールだけを確実に落としてもらって、必要最小限のフリーズ1枚の呪文枠で、かつ防衛軍を釣りたくないっていうね、まあそういうことですね。この防衛軍を釣らないための呪文1枠ですね。スニゴボを使わない代わりにって感じですね。まあそこはなんか全然許容範囲ですよね。援軍釣っちゃうと当然そこでレイジ1枚とかポイズンとかの枠数を使わされちゃうので、まあ、そうならないようにフリーズを使って開けることによって代わりに防衛軍を釣らないみたいなねことをするっていうのは全然ありかなと思うし、ちょっと今回ね、リブさん、スニゴブをご丁寧に入れてらっしゃったので、ちょっとこれ持たなかったなって気がしますけども、このスニゴブを、5枠分ですね。だからこれ全部、バルーンに変えてあげればそれでいいかなっていう感じですね。バルーン5体のドラゴン1体。ね。
はい、というところでですね、本日はタウンホール14における突撃艦の中身に関してお話をさせていただきました。やっぱね、イエティセットが本当今使いづらくなってますね、タウンホールを壊すことに関しては。まあ、そうでなくって、ちょっとね、タウンホール以外のところに落として、イーグル砲とかその周辺壊すみたいな、そういうケースは全然使えるんですよ。そこを誤解しないでほしいんですけども、タウンホールを壊すっていう観点に置いたときに、全然イエティの仕事っていうのができないので、そこにレイジフリーズとかを当てていくよりは、もうシンプルに、もうドラバルでフリーズ1枚。ないしは、ゴブリン、スニークゴブリンガン済みで呪文を使わない。で、その代わり、突撃艦はもうタウンホールを落とすことだけに使えますっていう割り切りをね、やってみてもらえたら結構ですね、タウンホール14の攻めとしては安定しやすくなるのかなと思います。ぜひですね、参考にしてもらえたら幸いです。では、本日の動画はこれで終わりにしたいというふうに思います。いかがでしたでしょうか？よろしければグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、私のチャンネルタウンホール12から14まで、幅広くですね、こういうクラン対戦系の、動画解説をやっております。クラン対戦でね、全開取るためのヒントみたいなところっていうのをお伝えしたいというふうに思っているチャンネルですので、これからもぜひ、よろしくお願いいたします。ご視聴いただけたら嬉しいです。では本日この辺で終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。